始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、えちゃんです。今日はこちらユーアーグラムから新発売されたパウダーアイシャドウ全4色をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回はユーアーグラムの新作の中で今一番来てるんじゃないかなと思うこちらのアイテムを紹介します。こちらがユーアーグラムのパウダーアイシャドウという商品で100円商品になっております。ユーアーグラムからこういったパウダーアイシャドウは今までもたくさん種類が出てたんですけれども、今回は4色ともキラキラーとした偏光ラメのようなラメタイプのアイシャドウになってます。で、今回出たのがオーロラカラーしっかり密着滑らか発色っていうタイプと、1色だけこのクリアラメカラー選べる質感滑らか発色っていうタイプですね。で、オーロラタイプがこんな感じで3種類あって、こちらのオーロラタイプが今すごく SNS で超話題になってます。 SNS ではこれが100円って思えないっていう投稿がめちゃめちゃ続出してて、人気アイテムっていうだけあって手に入れるのにめちゃめちゃ苦労しました。1週間2週間ぐらい前に出てたアイテムなんですけれども、まだ品切れの店舗が多いかなっていう印象です。はい、それでは早速カラー展開から紹介していきます。オーロラピンク、オーロラパープル、オーロラオレンジ、シアーホワイト、この4色が今回出た新色になります。では早速手の甲にスウォッチしていきます。はい、まずこちらオーロラピンクです。はい、オーロラピンクはこんな感じです。カメラ越しにもキラッキラなのがわかりますね。見てください、この感じ。もう偏光パールが輝きすぎて一瞬緑に見えるぐらい、ベースのカラーはピンクなんですけど、ほんともう角度によって全然色が違います。正面で見ると緑だし、こう斜めで見るとピンクですね。不思議な感じ。はい、オーロラピンクこんな感じです。めちゃめちゃキラッキラで、もう濡れたようなツヤ感とはまさにこのことですね。なんかこうやってパッケージで見た時よりも実際に塗った方がしっかりピンクは感じられると思います。でもやっぱり偏光ラメのグリーンがしっかりとわかるぐらい、かなりザクザクっとラメが入ってますね。で、この辺から見た時とこの辺から見た時、もう全然角度で色が違います。不思議ですね。で、パウダーアイシャドウなんですけど、本当にピタッと密着してくれて、全然粉っぽくないですね。このくらい離れてもすっごいキラッキラなんですよ。めちゃめちゃ綺麗これ。はい、次がこちらオーロラパープルです。はい、オーロラパープルはこんな感じです。なんかパッと見ね、オーロラピンクとめちゃめちゃ似てるんですよ。間違えて2個買っちゃいそうになりました、似すぎて。はい、オーロラパープルはこんな感じです。この辺で見るとめちゃめちゃ紫、青っぽい感じの紫ですね。でもこうやって正面にするともう緑って感じ。全然色が違いますね、角度で。はい、オーロラパープルはこんな感じです。こうやってパッケージで見た時はオーロラピンクとオーロラパープルが本当にうり二つなんですけど、こうやって塗ってみると全然違うくないですか？オーロラパープルは結構ベースの色がしっかり乗る感じで、紫ってわかります。オーロラピンクはピンクというかピンクベージュみたいな、ちょっとこう大人っぽい感じのピンクなんですけど、こっちは本当になんか紫っていう感じですよね。カラーアイシャドウぐらいしっかりと色がつく感じです。で、ラメの色も見てみると、オーロラピンクの方がちょっとこうグリーンっぽくて、オーロラパープルの方がちょっとイエローっぽくないですか？塗ってみるともう全然違います。で、角度を変えるとこんな感じで。はい、次がこちらオーロラオレンジです。はい、オーロラオレンジはこんな感じ。なんかオレンジというよりも黄色と赤のマーブルみたいな色味に見えますよね。はい、オーロラオレンジはこんな感じです。正面で見ると本当になんかゴールド一色みたいに見えるんですけど、横から見るとオレンジなんですよね。すごい不思議。はい、オーロラオレンジはこんな感じです。割と他の色よりもしっかりめにオレンジがつく感じで、もうゴールドのツヤがこれやばくないですか？こうやって見ても上の方がオレンジで下がイエローなんじゃないかって思うぐらい、もう2色に見えるぐらい、ほんと角度で全く色がこれも変わりますね。なんかこういう偏光アイシャドウって玉虫色って表現することが多いんですけど、
なんかまさにそんな感じの色です。玉虫色っていう感じですね。はい、そして最後はこちら。こちらがクリアラメタイプのシアーホワイトです。はい、シアーホワイトはこんな感じです。あのユーアグラムのバウンシーハイライターにこんな感じのカラーがありましたね。はい、シアーホワイトはこんな感じ。もうめちゃめちゃキラッキラです。はい、シアーホワイトはこんな感じです。これは特に角度によって色が変わるとかっていうタイプではないんですけど、本当に濡れたようなツヤ感というか、ベースのカラーが一切つかないので本当にツヤツヤって感じに見えます。で、さっき名前出したんですけど、このユーアグラムのバウンシーハイライター、これの WT っていう色ですね。これとね、めちゃめちゃ似てます。ほぼ同じなんじゃないかっていうぐらい似てますね。ちょっとやっぱりこっちのアイシャドウの方が粒子が大きめかな。こうやって見てもほぼほぼ同じですよね。こっちが今回出たアイシャドウで、こっちがバウンシーハイライターなんですけど、塗り心地とか密着感っていうのはほぼほぼ一緒で、わかるかな？ちょっとこっちのハイライターの方がベースの色がクリアな感じです。ちょっとハイライターの方が透け感がある感じがしますね。はい、今回出た新色のパウダーアイシャドウ4色全色比較してみるとこんな感じです。アップで写していきます。ユーアグラム史上一番いいんじゃないかって思えるぐらいのクオリティですね。ユーアグラムのアイテムって200円商品のものとかもあるんですけど、今回100円でこのキラッキラ感、キラキラ感ももちろんすごいんですけど、粉質がね、全然100均って思えない。粉っぽさとか粉飛びも全然ないし、すごく薄くピタッと密着する感じで、もうどの色も綺麗すぎて、ほんとね、デパコス越えって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。で、今回のこの偏光ラメのアイシャドウなんですけど、どうやらね、トム・フォードに似てるらしいです。はい、それでは早速、実際にまぶたに乗せたところも見せていきたいと思います。まずこちら、オーロラピンクから塗っていきます。オーロラピンクは実際にまぶたに乗せてみると、ベースのピンクカラーは本当にほんのりと発色します。緑、青、紫などの偏光ラメが輝いて、今まで使ったことがないぐらいめちゃめちゃキラッキラで綺麗です。パッケージで見るよりもベースのカラーが薄くついてくれるので、他のカラーの上から重ねる時でもすごく使いやすいと思います。ラメがザクザクっと入ってるはずなんですけれども、全然顔にラメ落ちがしてこないので、こういうラメシャドウを待ってたっていう感じです。はい、次はこちら、オーロラパープルです。オーロラパープルはオーロラピンクよりもベースのパープルのカラーがしっかりと発色してくれるので、単体でも使えるんじゃないかなって思うぐらいしっかりと紫乗ってくれます。透明感を与えてくれるような、水色っぽいパープルっていうよりは赤ピンクっぽい感じのパープルなので、透明感というより色っぽさが出るようなパープルになってます。で、ラメのカラーはグリーンとイエローっぽいのが多めかなと思います。ちょっとオーロラピンクとラメのカラーが違うように感じますね。はい、次がこちら、オーロラオレンジです。オーロラオレンジは実際にまぶたに塗ってみると意外と使いやすいです。普段オレンジシャドウを使ってる方だったら抵抗なく使えるんじゃないかなと思います。ラメ感が結構ザクザクっとしてるので派手になるかと思いきや、意外と肌に馴染んでくれるような感じですね。ラメはグリーンとイエローが多くて、まぶたに乗せてみるとゴールドっぽく発色してくれます。普段オレンジメイクをよくやってる人には特におすすめです。使いやすいと思います。はい、最後がこちら、シアーホワイトです。
シアーホワイトは薄くのせると本当に濡れてるように見えます。ベースのカラーがクリアなのでめちゃめちゃ自然にツヤ感とか透明感を引き出してくれる感じですね。ラメのカラーはホワイトというかシルバーっぽい感じなんですけれども、これが一番ベースのカラーがつかないのでいろんな色に重ねやすいかなと思います。はい、ということで今回はこちらのユーアーグラムから出た新色のパウダーアイシャドウ4色をレビューさせていただいたんですけれども、最後に少しだけまとめお話ししていきます。今回のパウダーアイシャドウの良かったところは、100均とは思えないキラッキラ感、パウダーアイシャドウなのに全く粉っぽくなくって密着力が高いこと、ベースがクリアなので他の色に重ねやすいこと、この3つがとても優秀だなと思った点で、一つだけ、まあ、ちょっとなんですけど残念かなと思ったところがあって、今ねスウォッチした後にしっかりと拭き取ったんですけど、まあ、ラメがねなかなか落ちにくいですね。普通の市販のキラキラっとしたアイシャドウよりもすっごい輝きが綺麗な反面、やっぱりラメの含有量が多いのでラメがね落としづらいです。っていうのと、さっきも言ったんですけどあんまりこう粉っぽくないんですよね。すごく密着力が高いのでしっかりメイク落としシートでこすったんですけど、なんか完全に落ちきらない感じ、一回で完全に落としきるのが難しいなっていう印象ですね。まあでもね、デメリットを挙げるとしたら本当にそのぐらいなので、今回のアイテムは私からもめちゃめちゃおすすめです。私はこのチャンネルでめちゃめちゃ100均コスメをレビューしてるんですけど、もう過去一って言ってもいいんじゃないかって思うぐらいめちゃくちゃ綺麗すぎるアイシャドウでした。まあ、結構やっぱりまだ新発売っていうのもあって、店舗に行ってもまあなかなか品切れ状態が続くと思うので、あの動画のテロップでも出したんですけど、概要欄の方に取り寄せ番号を載せておくので、もしめちゃめちゃ気になる欲しいっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひご活用ください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。